はい、おはようございます。2020年8月2日、5時9分ですね。今日は北アルプスの燕岳に登ります。北アルプス初めてですし、燕岳も初めてですし、あとですね、このアクションカメラ、オズモアクションですけども、こういうアクションカメラで撮影するのも今日が初めてということで、本当に初めて尽くしの一日になりますけれども、うまく撮影できて、で無事に帰ってこれるように、頑張ります。まずはこういう林道をしばらく歩いていきます。登山届ですね。登山届を出します。では行きます。よろしくお願いします。5時25分スタートですね。おお、いきなり急登だな、これ。結構、いきなりハードですね、これ。よいしょ。ああ。うわ、これすごいな。よっ。よいしょ。あ、木が倒れてるのか、これ。7月の令和が2年、7月令和の7月豪雨のせいでしょうか。ありがとうございます。あの、前行ってもすると料金同じですので、ぜひ前行って前行って勉強されたらね。じゃあ出発しまーす。勉強されて、ここが水場。あ、ここが第一ベンチか。あ、朝日が出てきましたね。いや、しかし急とずっと急とあるので、これはきついわ。木段ですね。いやー、きつい。でも朝日が出てきて綺麗だ。苔が綺麗。うわすごい。朝日が完全に出てきましたね。あ、第二ベンチかな。第二ベンチ。ちょうど1時間ぐらい経ちましたね。登山口から登山スタートして、ちょうど1時間ぐらい経ちました。だいぶ眺めが良くなってきましたね。まだまだ
中東続きますね。うわすごい、くはすごい、あれは何ですかね、あの山。はあ、大三便地第三ベンチ過ぎてからだいぶ花崗岩の岩が出てきて、ああ花崗岩の岩だ、山だなっていうのが分かるようになってきましたね。いやそれにしてももうこれずっと登り、ずっと登りですね。もうおお、ああいい景色。ああ、でこれか。ああすごいなこれ。どっちだ。よいしょ。いやすごいなこれ。おお。花崗岩って感じですね。あ、いやすごい。はい。よいしょ。あ、怖っ。こんな、なると怖くて、乗れない。うわぁ。あ、すごい。よいしょ。ああ、抜けてきた。ああ。5000超えまであと10分という表示も、標識も出てましたんで、もうちょっと。頑張ります。でも景色がもう素晴らしくなってきましたね。いやー、息も残ってて。ああ、最高です。お、スイカの登りがあるということは、合戦小屋ですね。いやー、きつかった。2時間半ぐらいかかってますね。8時5分。じゃあ、行きまーす。合戦小屋、過ぎても、急登は、続きますね。今涼しいから、いや。やり、
槍だったね。小槍か。小槍も見える。これはすごい。すごいね。雲海もあるって。雲が上がって、あずみの人はもう見えないですね。ああ。なんでしょうね。中央か、南か。いやすごい綺麗。いやすごいなこの景色。いやすごい。いやかっこいいな。いやすごい。やりすげえ。すげえ。こっちはもう雲が上がってきちゃった。息が切れる。はあ、いや、登りが最後の最後できついのと、この地面が白いんで、めちゃめちゃ眩しいですね。目が、もう、眩しくて。いや。もうすごい、すごいとしか言わない。いや、あとちょっと。さあ、綺麗だな。あと少し。エンザンさん。いやー、こっちはね、雲だからね、まあしょうがないけど、登ってきてるね、雲が。ああ
いや、いい天気だ。あと少し。上り最後もきつそうだな。もう少し。ああ、気持ちいい。いやー、気持ちいい道だな、こりゃ。じゃあ。すごい。さあ、これで、これが最後の、ラストスパートかな。よいしょ。じゃあ、すごい花。お花畑だ。いや、この、急に、斜面がお花畑になったら。よいしょ。なんじゃこりゃ。うわ。いつか行ってみたいですね。何でしょう、花が。鉄の黒と。いやー、すごいな、これ。これはすごい。すごい景色。コマクサーもあるけど、もうコマクサーは終わりかけですね。枯れてますね。残念。すごい。すごい。面白い岩、どこだな。
うん。秋ですね。あ、おお。あ、雪がなかった。絶景だな。いやーすごい。すごいな。9時に到着ですね。だから6時半、7時半、8時半で3時間半、だいたい3時間半ぐらい到着しますね。きつかったな。